マイズル要塞とは、マイズルチンジュフ周辺に設置された、大日本帝国陸軍の要塞。1897年11月に建設が開始された。マイズル港にある海軍施設の防衛を任としていた。日清戦争で勝利した日本は、南進を続けるロシアを脅威とし、対路防衛の要として新マイズルに海軍の軍事拠点。 マイズル・府の建設を決定。それに先立ち1887年3月、マイズル要塞地帯の建設に着手。陸軍も同年11月に、砲台建設とマイズル要塞砲台大隊を中屯させている。なお、全工事の完了は1903年10月のことだった。日本陸軍の要塞としては、日本海側に設置された、 唯一の軍事要塞地帯のものであった。舞鶴重砲兵連隊の敷地には、現在非保守高等学校が存在する。舞鶴要塞地帯は、日本海側唯一となる、軍事拠点、舞鶴港を防衛するためその港湾写真すら、機密情報とされ、要塞地帯法、軍機保護法によって厳しく制限されていた。特に、舞鶴軍港内を一般営業運転にしていた。 国鉄中舞鶴線では、車窓からは、軍港が見えないよう、舞鶴軍事部から、海軍機関学校に至る海岸側を、軍港遮兵のため板兵が張り巡らしていた。AB、舞鶴の近代海産。舞鶴市。2018年9月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年9月12日閲覧。漢方第4634号。 明治31年12月9日。官報第5074号。明治33年6月4日。陸海軍要塞司令部会長佐世保要塞。司令部花ヶ崎県非全国東園木軍佐世保村に。舞鶴要塞司令部派京都府。丹後国笠軍与内村庁舎二塾も。本月1日に会長せり。ハット AB 明治33年7月31日。 漢方第5123号。国立国会図書館デジタルコレクションコマに、ジョニー及び事例、面本職歩マ鶴要塞司令官東京方兵、交渉日下げり陸軍小説務桜井重敏メ面本職歩東京方兵交渉日下げりマ鶴要塞、司令官陸軍小説務西村誠一、ハット AB 明治33年7月31日、 漢方第5123号。国立国会図書館デジタルコレクションコマ4、除人及び事例、面本職補陸地測量部長舞鶴要塞、司令官陸軍小進井部直光穂舞鶴要塞、司令官陸軍小進木村平太郎、漢方第1794号、大正7年7月25日。漢方、第2692号、 大正10年7月21日。AB、漢方第3696号、大正13年12月16日。漢方第2765号、昭和11年3月24日。漢方第2770号、昭和11年3月30日。ありがとうございます。